こんにちは、おもとの方面園です。今回は5000円以下で苗の買える丈夫なおもとを10本紹介します。おなじみ随線、稜雲、愛玉田、玉器館、春谷錦といったおもとのほかに月光館、諏訪錦、白雲閣、清樹館、大屋島をご紹介します。これらのおもとの特徴はまず丈夫で。 よく増えるので、価格が買いやすいです。五千円以下で、あの、すべての苗が、あの、買えます。芸の質はどれも値段以上。というよりも、今のトップのおもとに、勝るとも劣らない特徴を持ったおもとです。ぜひ、ごじ、ご自身のお棚で、その成長、毎年の変化を楽しんでください。 もう一つ、私たちがこれらのおもとをおすすめする理由として価格が安い分最初からおやぎを買ってもそこまでの金額にはならないのでおやぎで楽しむ方も多いです初心者さんの最初の感想はほとんどおもとは変わらないとなることが多いので私たちは本格的に始められる方には1本おやぎを棚入れすることをおすすめしています5年10年育てると ここまで変化するんだということが分かっていると楽しいですからでは5000円以下で苗の買える丈夫なおもと10品種いってみましょうやはり随腺10年前は増えすぎて1000円で苗が買えることもありましたが海外勢が買いあさり日本の随腺の半分は海外に売られてしまったとも言われますこちらは全国大会でも賞に入ることも多いので 親木の完成期は1万円を超え、数万円になることも稀にありますが、5千円以下で良い苗、若木が手に入ります。芸の本質、良運、愛玉伝、玉器官、春日錦。ラシャの定番中の定番です。玉器官は玉器官型、春日錦は春日型と言われるほど姿、芸の基準になっているものです。 V 字型で少し立場の玉器感。二段下げとも言われ葉が折り下がるカスガニシ愛玉伝の幅広で堂々とした姿は風格があります。両雲の緑の濃さ、葉幅、丈夫さもラシャを楽しむ上でベテランさんは皆通った道です。小型の魅力、月光感。 この月光館は、ラシャの魅力を小型に凝縮しており、とても小さく可愛い木です。芸もかなり深みがあります。立ち上がる福林、スワニ式。このスワニ式は福林が深く独特な変化をしていきます。福林というのはこの葉の縁取りの白い部分ですね。親になると福林が上に立ち上がり、他とは違った独特な姿を見せてくれます。 名前の通りの白い雲、白雲閣。親になるにつれて、真っ白の雲を葉の上に出します。もこもこもこっと盛り上がる変化、白の美しさに驚きます。繊細な十二人絵、青樹感。十二人絵のような葉がたくさん出ます。こういった細い葉の特徴として、一年に出る葉が多いのが特徴で、 より姿が整います。福林の深さ、立ち上がる福林、大屋島。この木は福林の深さが特徴的で、親になる過程でマサカリのような葉も見せる豪快な木です。気持ちいい中型から大型になる木です。まとめ、おもとは飼いやすいものほど良い。 とも言われるほど入門者価格の質は最高と言っていいでしょう。今で言う100万円以上の横綱品種をここまで安く買えるのも先人が上手に増やし後世に受け継いでくれたおかげです。できればその品種の中でも良いものを選ぶと良いでしょう。極端に小さなものや福林が薄いので安いというようなものを選ぶよりは特上内や 元気のある、勢いのある苗がおすすめです。多少の履きずは、1年、2年と作っていくうちに、新芽が被ってくるので大丈夫です。最後までご視聴ありがとうございました。ためになったら高評価、ためにならなかったら低評価をお願いします。チャンネル登録していただけると次の動画の励みになります。私たちお元の方面園は、伝統園芸お元を楽しむという本も、 土地の葉消防さんから出版しています。そちらもおもとづくりの参考にしてください。また、この説明欄から飛べる私たちのホームページや、この YouTube で、おもとに関することを様々に発信していますので、人にお勧めをしていただけると嬉しいです。おもとの方面縁でした。ありがとうございました。